イギリスの実業家。世界有数の広告代理店である WPP グループの創業者であり、長らく CEO を務めていたが、2018年4月14日に辞任。1945年にロンドンのユダヤ人の家庭に生まれた。ハーバード大学で MBA を取得した後、1975年にサーチサーチ社に入社。 1977年から1984年まで同社の財務を担当した。1985年、ワイヤープラスチック社の株式を取得。1986年には同社の代表取締役に就任した。その後1987年に JWT、1989年にはオグルビグループに敵対的買収を仕掛けた。二千年以降には、 ヤングルビカム社も買収した。1997年、外務英連邦省より英国産業大使に任命され、様々な執務を行った。1998年には、ハーバードビジネススクールとインド商科大学院の理事に就任。同年より、WPP と資本業務提携した日本の広告代理店、アサツディ K の取締役を務めている。2007年、 ハーバードビジネススクール最高の栄誉であるロンラ内、アチーブメントアワードを授与された。ありがとうございます。